アミちゃん、アミちゃん、アミちゃんね。わ、わかんない。わかライダー30周年っつって。俺は俺の仕事さすまらで。もう俺は俺の仕事さすまらでも。うぅ仕事さすまでも。っていうのはもう、いい加減全部やるって決めて、やっぱ、遠縁の誓いって言いしょうの遠縁の誓いって言うでしょ園の誓いって言う,言う,言うでしょ遠縁の誓いっつって。全部誓いを自分で、 自分で誓い立てて、やっぱり、やっていこうって誓い立てて、やっぱり、俺もやっていこうと思ったからね、誓い立ててね、思ったわけですよ。それでやってるわけですよ。でもね、もうね。だから全部やるっていう、全部できちゃうってもう全部できちゃうまだまだやなぁと思うね。全部できちゃうですよ。全部できちゃうですよ、全,全部ね。全部やろうってこと思ってて。 ね。あのー、やろうと思ってますよ。半端ないですよ。半端ないですよ。はっきり全部やろうとしてますからね。半端ないですよ。全部やろうとして,してますからね。大変だね。それだって、それだってもうみんな、だって、いいじゃないですか。うんね3再生とか、3再生,生の生放送だって、いいじゃないですか。別に魅力あるし、落ち着きがあって。 でそういう道だって取れるんですよ。取れるんですよ。やれ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 と、やれ取れるし。でもそれだっていろんな人いていいと思ってるし。で、いろんな人に向けてやるってことが、やっぱ、芸術なんだよねってことで、やろうと思ってますからね。俺はね。やろうと思ってますからね。そうね。うーん、全部やるってことでね。うん。柏木、柏木がなんかいろいろやってあって。柏木がバランス的に とか話とかよ。ああいうんでしょアビスパーにボランチ入るとか、サムネ作るんなきゃいちいちもうめんどくせえつってね。再生されないし。俺はそういう本業じゃねえつって。俺はそういうのじゃねえつって。まあ、YouTube も面白いからやってるけど。柏木がボランチ入る入るとしたらみたいな。みたいな動画でしょこの画像を貼って、みたいな。よくやってるヘライザー様とか。 適当にヘライザーさんみたいなね、ことをやれば、まあ、それで稼げていけるかな、乗っていけるかなって思ってたけど、まあ、甘くはないね。あの、甘くはないし、まあ、ええ、画集書くんだけどね。もう画集書く、売れるんだけど、でも、でもそれでもね、うますぎるからね、うますぎるから、うますぎることが偉いってことじゃないんですよ。うまいってことじゃないんで。やっぱね、文化、文化なんですよ。文化なんですよ、文化。で、俺はセンスオブワンダーだから。センスオブワンダーだから、 じゃあ、面白いけどね、柏木を、この俺はアペタカ人として、こう、柏木を勧誘するっていう面白さがあるじゃん。柏木飢饉つって、柏木基金たち、柏木引き抜くみたいなボランチでも、居場所なくして、さ、なくさ、利間の刑みたいな、居場所なくしてボランチに引き込むみたいな、面白いことを、考えたりも、するんだよね。ん、ねアビス面白いです、今。 じゃあ、どう来るボランチボランチ、アビスはボランチどうなるっていう、柏木は柏木の、かしの性能はっていう柏木がボランチ入ったらどうなるみたいなこととかを好きでしょそういう、そういう動画でつうのも、再生数つうのも、まあ、ありっちゃありなんだけどね。で実際に誘ってみて、うーん、危機に、危機にして、ね、引き抜いてみてみたいなことですよね。 遊ぶってこういうことですよね。うん、思うんだけど。あー疲れた。ですね。やばくなって、アービスパーなんておいしいから、まずだからね。やばくなったらボ、やっぱそういう、ね、どうなるボランチみたいな。その話も、そういう話もしてたら盛り上がって、それは YouTube らしいし、そういうのを俺はリスペクト。 すごくリスペクトしてんだよね。YouTube のそういうのリってすごくリスペクトしてんだよね。してんですよね。YouTube のそういうのリってすごくリスペクトしてんだよね。うん。ね。どう、どうなる面白いチームですよ。 ね何も語るのもまた再生数欲しいとか、再生数が欲しくて、売れすぎて困るみたいなことになっちゃう。わ、わわけです俺、俺とかに。実は面白いし、ね、困るみたいになっちゃう。ああ、そんな感じです。そんな感じです。俺、俺にんでまでテンション高くて、テンション高く気持ちーってこと、ナイス立つようでーすでしょナイス立つようでーすでしょ ね。そんな感じは。早くあったかい布団の中でぐっすりと眠りたい。早くあったかい布団の中でぐっすりと眠りたい。でも人間はギリギリだから、人間はギリギリだから、限界突破サバイバーだから、大変ですよ。やんなきゃいいんじゃん。や,やらさせたいなんで。気をして、気ちゃんが言ったからですよ。そんな感じですね。では。